ゾゾゾ。落合陽平のダムを歩くサードシーズン第1回、三重県あのダム。あのダムは津市西北部に広がる農地約3180ヘクタールへ安定的かつ効率的な用水供給を目的に、国営中性用水土地改良事業の水源として二級河川阿能川の上流芸能町河内地内に建設された重力式コンクリートダムです。昭和56年10月着工。ん？ちょっと待って、これ5ヶ月？ん？昭和56年10月着工、5カ年の歳月と154億円の費用を要し、昭和61年10月完成。あ、これ、あ、名前なんだっけな、ちょっと待ってね。昭和56年10月着工、5カ年の歳月と154億円の費用を要し、昭和61年10月完成、試験淡水ダム検査を経て、平成元年12月から三重県が管理、運用を行っています。近くの石上湖水槽では、津餃子のダムカレーを食べることができます。本当に静か。何を求められてる？ということで、うちの落合がどうしてもちょっと心霊系のお話を聞かないと落ち着かないということで、スタッフ内田が調べてまいりました、はい、あのダム、いろんな噂が囁かれていると。はい、そうです。そうです。こちらあのダムなんですが、あのダム一帯が霊気を帯びている場所と言われておりまして、中でもダムに沿って点在するトンネルでは心霊体験が多く報告されています。2005年12月、あのダム近くで女性の白骨が発見されたという話、パラバラ事件の遺体が遺棄された、親子が行方不明になった場所とも言われています。調べてみると、ここはがっつりとした心霊スポットだったと。そうです。で、その心霊現象、いくつか例があります。車のエンジンが止まる、心霊写真が撮れる、男性の幽霊が出る、女性の叫び声が聞こえる、以上の報告が上がっています。トンネル、あのダム、その周辺を走る道路にあるトンネルいくつかございまして、どれなのかなって調べたら、もう全部ほとんど呪われてると車で行くとエンジンが止まるとか、はい、女性の叫び声が聞こえるっていう話もあるんで、ちょっと車でトンネル通ってみようかなと。ということで、周辺のトンネルを車で通ると呪われるということなので、応援スタッフに庭田に運転してもらいまして、ちょっと宮ちゃん、エンジン止まるらしいんで、はい、もう行きますか。シシートベルト大丈夫ですか。あ、ごめんなさい、つけてもらってそう、しっかりしてくれよ。あ、年っぽい運転後ろ見てもらっていいですかちょっとスタート位置悪くないですかね。なんか違う意味で飛ばんじゃん。およそ 1.5km 先に U ターンです。あ、トンネル。あ、本当だ、大谷トンネルって書いてありました。なんかちょっとヤバい感じしない？ちょっと短結構短い。ちょっと気持ち悪い人いませんか？あ、またトンネルは。おお、またトンネルだ。あれ、さっきのトンネルよりちょっと暗いっすよ。下ってますね。ああ、下ってる。いや、短。気持ち悪い人いませんか？ということでお送りしましたあのダム。ちょっと我々道を間違えてですね、落合の里に着いちゃったんですけど、ということで落合さんには元気よくゾゾゾポイントをつけていただければと思うんですけれども、あのダム、ゾゾゾポイントは 0.5。 え、そう、ね、怖さの何もかもがわからなかった。いいとこだった。ただ自然を満喫できた場所、うん、すごいいいとこですね。まあ、気をつけましょう、ドライブには。そうですね、うん、ガソリン満タンで
はい、大丈夫でしょうか。いや、ダメだと思う。この立ち入り禁止の奥にダントツの恐怖度を誇る心霊スポットがございます。幽霊の目撃情報が非常に多く、霊能者曰くこの廃墟はとても良くない状態であると言われていました。建物内は迷路のように入り組んだ構造となっておりまして、肝試しに来た者を恐怖の迷宮に迷い込ませると言われています。お経の部屋、鬼の部屋、これがどこなのかっていう。まだ下あんのかよ。なんだ、何の部屋なんだよ。作りがなんか変だもんね。なんかめちゃくちゃ変頭痛するな。ちょっと吐くの我慢してます。これも我々の知っている1階とか2階じゃないですよ。わかんないわかんない、マジでわかんない。部屋がマジでわかんない。あれ一番下かな。違うんですよ、この真上なんですよ。本当だ、あるんだ、ホテルに。戻りたいんだけどわかんない、どっちか。いや、そこ行ってください。ちょっと待って、取れてますそれ。ここがもしかしたらお経の部屋と呼ばれる、ところかもしれないですよね。だって帰るの。最悪最悪電話してください。